どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。はい、そしてゲストにグランジの遠山さんが来てくれてます。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ福田さん、今回のテーマお願いします。今回注目の艦隊のこれ、実写解約、これはやってもらいたいですね。これは、うん、お二人はさ、はい、ドラマと映画やっぱ詳しい。まあ、そんな詳しくないですけど、でも僕は詳しいよ。く見てるもんね。はい、だからその役者さんとかさ、そうですね、はい、詳しいでしょ。はい、俺そんなに知らなくて、はい、だからとかって言われるんじゃないかなと思って。なんでそんなの始まる前からそんなこと。自分が思う人なんで。いや、そうです。この人にやってもらいたいっていうの。二人の聞いて、はい、ああいいなって言っていいんですよ。いいそれもちろん。それ言わしてください。はい。はいはい、何の約束だったの。言わしてください。言わしてください。はい。じゃあ、はい。楓。まずはね。はい。楓、はい、じゃあ遠山さんから。これはでもね、結構俺いいんじゃないかな、はい、うん、と思ってます。はい。もっくん、もっくん、もっくん、まあ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 、意志の強さというかね、なんつうの、慌てない、うん、って感じとか、はい、あとなんかやっぱ男前の人が冷静沈着でいてほしいのっていう、うん、まあ、確かに、はい、なんすよ、うん、で、どっしりしてるけどもガッていくところが、はい、気持ちでこういくっていう、なんかもっくんもっくん良さそうっすよ、いいんじゃないかな、はい、でも、ちょっと違う、もっくんのドキュメンタリー見ちゃったんすよ。で、元木正弘のドキュメンタリー、そしたらはい、もっくんってすごいなんかスマートでそのクールなイメージだったんですけど、家に帰ってきたら、はい、自分の出てるドラマ の演技見て酒飲みながら酔っ払って、はい、下手だなぁいいじゃん、ね、いいじゃん、いいな、かっこいいなとかって言ってんのかなって、下手だなぁ、なんてもっとこうできないかな、いいストイック。自分も見て、酒飲みながら見て、ダッセーなと思って。いいじゃん、いいよね。モックン確かにいいっすね。出てこなかったっすわ。ちょっと僕、はい、まあ、カエダモックン。そうですね。はい、で僕はカエダはこれですね。椎名桔平さんです、ね。ああ。はい。まあね、見た目もなんか、まあ、これくらいの年、そうなんですよ、見た目もなんか、ね、椎名桔平さんも最近ね、ちょっと反り込み入ってきてる、ね。いや、いいんだよ、だから反り込みこだわり。はい、ちょっとこれはいい。椎名桔平は顔とか雰囲気はあるけど声が軽い感じするよね。あ、いやでも今は最近軽い役が多いからね、椎名桔平さんね、うん、あ、そうだ、なんか嫌な役意外と最近やってるんですけど、そう、まあ、それ怒んない感じ、黒幕みたいな感じ、うん、でも山中っぽいなって今聞いて思ったけど、そんなことない。いや山中もっと若いやつがいいですよ、はい、まあ、いくつぐらいか分かんないしね、実際これ。いや、そうなの、この年齢がね、分かんないですよね。でも40代のつもりでいたけどね。いや、僕もそれくらいでなんとなくは、なんとなく、はい、はい、でもまあ、2人とも50代ですよ、多分。じゃあ僕これです。はい、ソリス。あー。サタシス。まあまあ、はい、はい。まあまあ、いいね。戦争を持ってたら欠かせないですから、やっぱり。あー。よく出てきますから。ソリが。ヤマトだけじゃね。あれ、永遠のゼロも出なかった？いや、永遠のゼロいたっけ、まあ俺見てねえや、永遠のゼロ。深町、はい、深町ね、あ、はい、僕からですか、はい、これはいいと思います、はい、はい、永瀬くん、あー、違うね、いやいや、いいと思いますけど、まあね、熱い感じとか、厳しすぎっすよ、聴衆の感じ厳しすぎっすよ、こいつセンスねえわとか、いやいや、センスねえわって、永瀬くんも大好きっすよ、はい、そのチョイス、永瀬くんなんか間違いないじゃないですか、ちょっとかっこよすぎるってのありますけどね、まあ、そうか、泥臭い感じ、そうか、もっくんと同期でいいのっていうのもありますけど、なんとなく、あー、はい、そうか、いや、だから、いや、俺はもう何にも、いや、それだって自信はないから、俺これ、いやでもいいですよ、長瀬君、厚さと、はいはいはい、あのね、こうなんか似合いそうですよね、うん、セレブを一つずつね、はい、いきました、なるほどね、はい、豪快さとかあるから、はい、で僕は深町ですね、はい、阿部寛さんですね、あ、まあ、今ね、今 DCU で出てるけどそれの感じってことですよね、まあ、ね、はい、まあ、でも全体的にこのなんかね、あの荒くれ者みたいなのを、まあ、ちょいちょいやるじゃないですか、うん、あの雰囲気はいいですよね、熱だけで持っていくっていう、まあ、確かにね、うん、クジャク王の時のね、阿部寛さん、それは知らないです、クジャク王の時は昔のドラマ、映画映画深町、そうですね、はい、ちょっとこの人いや笑うことじゃないんだけど、いや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 いろいろメッセージが込められてる、今の山本太郎さんになっちゃうとね、ちょっと、うん、その見方が変わってきちゃう、まあ、ちょっとね、すいません、公園に何か入ってんのかなとかそういう、ちょっとね、そういう、いや、まあ、でも思想なのかなっていうね、いや、イメージはね、山中、
いやこれ難しいよ。山中はだいぶ難しいですよ、はい、出過ぎないからね。出過ぎない、うん、絶対に一歩下がってるけど、うんはい、っていう、はいはい、これはあんま自信ないです、はい、それめちゃくちゃなんか保険かけますねいや、いいですよ、知識がもないから、はい、じゃあいいですか。いいじゃないですか、福士蒼汰さん。いや、まあ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 、いいいいなんかね、凛として、はい、サポート役に徹するけど、まあ、僕もそのラインなような気がします、うん、福士蒼汰さんが最後その飛べーとかって言ってるところは、まあまあ、涙出ちゃいそうです。確かに、はい、いやいや本当に思ってますよ。どうですか、いいよいいと思います。勝手に不安になってますから。福士蒼汰君、はい、僕は、はい、いい今これどこですか。はい、僕は、はい、松坂桃李君ですね。いいね、はい、まあクールな感じ、はい、でなんか2番手がなんか似合う感じするんですよね、松坂桃李君は、はい、まあ、いやいい、うん、いい、うん、福士さん違う、自信ある。ちょっとあんまり皆さん知らないかもしれないですけど、演技派なんですけど、川岡大二郎君っていう。どうなんですか、もう変な、僕はちょっと入ってるよ、俺も知らないよ。川岡大二郎入ってる、これ、はい、入ってる、福田は何がですか、このゾーンにも。はい、まあちょっと、演技派あんまりね、言えないですけど、演技派なんですよ。誰の役だっけ、これ。深町だっけ。違います、山中さん。山中の、はい、なぜか聞いていいんですか、川岡さんがいいかって。いや、あんまり聞いても答えてくれないと思いますいや、でも一応さ、演技派。あ、この人か。演技派なんで。若い頃見てたね。あ、結構じゃ、年齢は。年齢は40ぐらいだと思います。え、じゃ、なんでなんですか。演技派なんで。いや、知りません。大竹です。いや、これはまあ、出てたっけ。はい、じゃあいきますよ。あの人出てたっけ、大滝ね。はい、これが僕、あれか、そう、共水会の感じね。共水会、はい、大和保険を取り付けに行く人、はい、なんかね、そんな大したキャラじゃないだろうと思ったら結構最後まで重要なキャラだった、はい、大滝は僕、これで僕、松坂桃李、はい、ああなるほど、3、こういうパターンあるんですね。松坂さんね、はい、いろいろロビー活動やら何やら頑張ってやってる、うん、最終的に大和コーポレーションをね、そうだよね、そうね、うん、はい、なるほど、はい、はい、僕は、小栗旬さんです、ね、うわあ、はい、まあこれもいいね、これだ、いや、め、いや、いい、うまいわ、まあ、彼は信用できる。日本沈没にちょっと引きずられてますけど、ドラマね、この間やってた、はい、でもこういうロビー活動に合う、かっこいいし、説得力がある、そうだね、はい、見える、うん、最後真ん中に座ってる感じが見えるでしょ、いい、はい、もうちょっとね、大滝さん、うん、なんかこう頼むよ、福田さん、はい、はい、竹野中隆、ここでここはちゃんとしたここでちゃんとそしてめちゃくちゃいい、はい、これ見える、いろいろ雰囲気もなってるし、竹野内豊か、他の役でも全然いけたな竹上さん、あ、首相、首相、首相ね、はい、これいいです、はい、あ、どうぞ、いいですか、はい、これでも字違うな、あ、確かに、あ、こうだよね、そうですね、あ、そうね、はい、はい、竹山賞、伊藤志郎さん、あ、まあまあまあ、ブーン、いやいや、古いななんだっけ、番組忘れたけど、まあいいや伊藤志郎さんがなんか涙ながらに土下座してたりとか、まあ確かにね、見た目とかもなんかすごい、まあね、竹上いくつぐらいかもわかんないですよね、まあ確かにね、75かな、伊藤志郎さん、伊藤志郎さんは貫禄ちょっと出ちゃうんじゃないかなと、はあ、まあいいですけど、ね、はい、僕はあの小日向文雄さん、あ、ちょっと情けない感じでね、あ、最初弱々しいけど、はい、ある時からグッと力入る感じがすごいんじゃないかなと思いました。いいです、はい、最初に小日向さん決めました僕、はい、福田さん、もうちょっとパワー欲しいですね、やっぱり、はい、平泉成です、まあ、フリーズ似てないな、やんなくていいんだけど別に、フリーズ、フリーズ、映画館クスクスだ , 笑っちゃうよ、確かに、プリーズ、でも、さん、特の特の特上でプリーズ、そうなったら伊藤志郎のプリーズも笑っちゃいますよ面白いですね、いいね、じゃ最後、はい、ベネット、あ、これも海外の役者さんも全然分かんなくて、いや、そう、もちろんね、俺もそうですよ、それは、はい、はい、僕はちょっと注釈付きで、はい、ちょっと老けたメイクをして、はい、してもらって、うん、あのディカプリオがいい、まあね、いい、まあ、
ディカプリオもいい年ですか。ディカプリオ最近老けてますから、ね、うん、あの、うん、なんだっけ、ドントルック、はい、アップだよ、なんだっけ、ネットフリックスのドラマ、何でしたっけ、あのね、はい、惑星がこうぶつかるみたいな、はい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 、あれとかももう結構滑覆良くなってますね。そうそうそう、めちゃくちゃおじさんで、はい、うん、そうですそうです。でもそれがもうすごくやっぱいいなと思って、わ、うん、はい、かります。僕はもう太るタイプですからね、ディカプリオ、はい、うん、僕もまあそんな感じで、はい、マットデーモンですね。マットデーモンって何ですか。マットデーモンは知らない人いない、まあ大体知ってると思います。あれですね、まあ、有名なので言ったらあのボーンシリーズ、うん、ボーンアイデンティティ、ジーソンボーン、ボーンアイデンティティとか難しいね、すみません。何にでも結構出てますね、はい、でもまあこの人も意外と最近がっちり、もともとしてますけど、はい、はい、いいですね、まあ、同じぐらいの世代じゃないですか、ディカプリオと。僕もそうですね、はい、同じぐらいの世代でチャック・ウィルソン、いい加減にしろよ、ね、同じじゃないよ、チャック・ウィルソン、いい加減にしろよ、75歳で、チャック・ウィルソンも75歳、チャック・ウィルソン。でそのさ、全部ボケるにしてくんない、そしたら急に竹野内豊が出てきたりとかさ、はいはい、チャック・ウィルソンの出てた何が、うん、って感じですよね、ドラマ、はい、いや俺はだから多分あのたけしさんとかのバラエティに出てるイメージ、チャック・ウィルソンはね、はい、腕相撲やってるイメージですけど、はいはい、あ変だな、沈黙、トヤマさんすいません、はい、これ間違えました、間違えた、うわ、沈黙の艦隊ですよ今回、沈黙の艦、そうですよ、川口海戦で、何すか間違えた、でなんかえウニが出てきてるんで、はい、間違えて全部ビーチボーイズの配役にしちゃいました。いやいや、いい加減にしろよ。おい、今の富山さんのリアクション良かった。97年のおい、フジテレビのドラマの話、すいません、ビーチボーイズの配役にしちゃいました、反町と竹野内と。いや、そのチャック・ウィルソン出てんの、チャック・ウィルソンスペシャルで出てるんです。出てるでしょ。俺はそこ全然気づかなかった、マイク巻き持ってくるかなって思っちゃったからな。めちゃくちゃ恥ずかしいわ。俺全く気づいてなかった。いや、川なんだっけ、川、大川健次郎、大川あの人見た時に、あああれかと思って、広瀬涼子の同級生の、佐藤瞳の同級生の、あの男の子、俺マジでお笑い鈍ってるな。これは毎回、いや、そのもう分かるわけだもんね、はい、確かに言ってた、はい、俺最初中林君にメール来て配役ね、はい、いろいろ考えて最初なんか西田敏行、はい、さんがいいと思った首相ね、はい、そうなったら、はい、全部そのアウトレイジみたいな配役にして、アウトレイジじゃねえかよっていうやつにしようかなと思ってんだって昨日楽屋で聞いたら、はいはい、あ、それあの福田さんやるんでやめてくださいって言われてるんですね。そうだ、言ってたわ。いや別にやってくれてもよかったですよね、全然アウトレイジみたいに。アウトレイジでもいいんですけど、すいません、すいません、そうだ、さ、そういうことか、ついついすいません、すいません、いや、本当は海猿にしようと思ったんですけど、はい、海猿ちょっと役者が足りなかったんですよね。いや、そんなことないでしょ、いっぱい出てるんですよ、あんまりいなかったんですよ、え、海猿は。だって伊藤秀明と伊藤秀明さん、佐藤隆太さん、まあいいじゃん、そこで、あとあのちびのりた、うん、伊藤淳さんね、ぐらいしかない。あれ、中村徹も出てなかったっけ、中村徹もいたっけ、出てなかったっけ、上司役、うん、あ、てか中村徹も良さそうだね、確かに、はい、合いそう。いや、だからここら辺いっぱいいるんですよ、なんか、はあはあ、中村徹は確かに政治家のところとかにいそうだな。だから、その反りの深さで考えたらね、反りの深さ、最近の堤真一もいいなと思うんですけど、あ、俺、深町さ、岸谷五郎とかね、あのいいですね、うわーってこういう演技とか、寺脇の方がいいんじゃないですか。寺脇康文の方がだったら、まあ、じゃあ三宅裕司さんもどこ。いや、そこ仲悪いですよ。あ、よくないの、三宅裕司さんと。え、そうなの、寺脇さんと、えたら、さっきの2人が、はい、宮城雄二さんの劇団を勝手に抜けたんですよ。エキセントリックシアターでしょ、抜けて、はい、それ以来三宅さんこの2人絶対許さない。えぇ、ー、うん、あ、そうか、間違った、小倉久弘さん、小倉久弘さんとは名優ですよ。そう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 、この2人はもう小倉久弘さん、ベネットとかすごい合いそうじゃん。いや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 、ちっちゃいでしょ、え、ちっちゃいですよ、フォルムとかすごく良さそうだよ、ちっちゃいんですよ、ちっちゃいですよ。いいですよ、そんな話は。まあでも実写化ほんとしてもらいたいですけどね、これはね、今の CG 技術があればね、できるでしょ、面白いと思うんだよな、めちゃくちゃ、まあ、ぜひね、
ちょっと女の子をね絡めないとちょっと私は難しいかと思いますけど、ね、でも役入れるもんな多分。だから外務立浪のところにのあのやつとか女の子にしたりとかね、早見、うん、まあ可愛らしい顔だもんね、早見。そうですね、最初女だと思ってましたもん、正直早見のこと。あとまあ大和の方にも2人ぐらい女入れたいっすね。だからそのアメリカ側のさ、はい、なんだっけ、ライアン大佐だっけ、はいはい、とかをまあ女性にしても良さそうですね。なんか人質になるの女性とかね、あ確かにね、ありそうだし。そうだね、また政治家の方にはね、いくらでもそうだよね、まあ、いられそうですけど。首相がだってね、女性一人もいないから、この中では。確かに、まあ、確かにね、うん、はい、まあ、というわけでね、映画関係者の皆さん、見てたらぜひね、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで遠山さん、ありがとうございました。終わりです、ありがとうございます。終わりです。いや、嬉しいっすよ、俺沈黙の艦隊好きだけど、こんなにちゃんと喋ったこと誰かとない。まあ、あんまないですよね。今日以降誰とも話さない今後こんなに話すことはない。しかも32巻という非常にボリュームのあるやつを、ただの32巻じゃないですもんね、デカめの32巻ですからね、うん、渡してしまってちょっと申し訳ないなっていう気持ちもあったもん。本当に面白かったっす、はい、スラスラ読みました僕はね、意外と。うわ、嬉しいわ、うん、って言われた。いや、面白かったっす、本当にすごい引き込まれました。あ、本当、はい、パチンコしないで家帰って沈黙の艦隊読もうかなと思って。そうしろよ次回じゃあジパングで、まあ、ジパングで、ジパング、ジパングでお会いしましょう。川口海人、他の漫画もね、ぜひ出てもらいたいですね。これいい、面白いっすね、これ。いや、面白いんですよ、喋、うん、るので、はい、知る機会にもなるってことですね。そうです、そうです、ただまあ見てる人はめちゃくちゃ少ないですけど。そんなことないだろ、ね、LLR の YouTube でしょ、たくさんそれ見てるんですよ。ここからやっぱり富山さんが告知していただいて、はい、そのまあ、スクールオブロックの学生たちに見てもらって。もう辞めてるんですよ。え、もう2年前に、2年前に辞めてるんですか。退任してます私は。帰ってもらっていいですか。いや、俺行くの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 行かせてください。プリーズいつ言おうかな。まあ、また、はい、ぜひね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、それでは今日の一人でご覧ください、どうぞ。そしてアメリカに生きる人類に伝えたい、人類という名においてのみ我々という言葉が存在する。私はハイチェンデニエンシロだ。いや、中国読みで言わないで。どうも、ありがとうございました。